オレホボズエボの紋章オレホボズエボは、ロシア連邦モスクワ州の東部にある都市。丘側の大きな支流、クリアージマ川のほとりにあり、周囲は、深い森林地帯である。首都モスクワからは東へ90キロメートル、最寄りの町である、ドレスナとリキノドゥリョボからの距離は、それぞれ10キロメートルほど。オレホボズエボの町は、1917年にオレホボ村。 ズエボ村、ニコルスコエ村のミー村が合併して誕生し、現在の地名となった。人口は122,248人。オレホボズエボの古い市庁舎古い繊維工場、オレホボズエボ市は1917年に、いくつかの村が合併して誕生した。前身となる、村のうち最古の村は13世紀初頭から存在した、ズエボで、 モスクワの年代記には1209年の城で、ボロチョークの名で言及されており、ここで、ウラジーミル大公とリャザン公の戦いが起きたとある。ボロチョークとは、古いスラブ語で、連水陸路を指し、クリアージマ川とネルスカヤ川の間を結ぶ道がここに、あった。俺ほボの村は17世紀後半には、記録に現れている。1797年。 濃度のサバモロゾフという人物がズエボ村に木の織物工場を築いた。モロゾフは後に生産の重点を絹から毛織物へ移し、1823年には事業から得た収入で濃度の身分から脱却した。1830年には工場をクリアージマ側の対岸へ移した。これが後にニコルスコエと呼ばれるようになった村である。 19世紀末から20世紀初頭、オレホボズエボは、モスクワ、サンクトペテルブルクに次ぐロシア第3位のセニ、製造都市であった。これには1861年に開通したモスクワ、ウラジーミル間の鉄道がオレホボを通った影響も大きい。1890年には17カ所の工場がオレホボにはあった。一方で1885年、モロゾフ工場では、 ロシア最初期の大規模なストライキが起きた。1月7日に始まったストア、数週間も続き、このストが、ロシアの革命運動に与えた影響は大きい。10月革命の直前の1917年6月3日、オレホボズエボ氏が誕生した。第二次世界大戦時には、オレホボズエボは、武器生産でソ連を支え、ドイツ軍が迫った、モスクワの戦いでは、 軍の病院などが置かれた。オレホボズエボ駅市の主な産業は18世紀以来の綿を中心とする繊維工業で近代に入り化学工業も盛んになった。しかし、ソビエト連邦の崩壊後、他国から高品質で価格の安い繊維製品が大量にロシアに流入し、オレホボズエボの繊維工業も打撃を受けて工場閉鎖が相次いだ。 ロシア最大の列車、機関車製造企業であるトランスマッシュホールディングは、近郊に大工場を構えている。加えて、オレホボズエボは、モスクワウラジーミルニジニノブゴロド間の、幹線鉄道と、モスクワ郊外を環状に取り巻く、鉄道路線とが交わる場所で、オレホボズエボの駅の南には、モスクワ近郊に二つある、大きな操車場のうちの一つがある。鉄道の他には、 モスクワ・にジニノブゴロド・カザン・ウファを結ぶ、ロシア連邦道路 M7 が、市街地の数キロメートル北を通っている。市内の見どころは18世紀から19世紀にかけて、建てられた古い工場群で、その他には、博物館、近郊のぐすりつき修道院などがある。オレホボズエボは、スポーツの盛んな地域で、ロシアでも早くから、サッカーチームが生まれた場所でもある。 この町に最初にできたチームは、モロゾフ工場のサッカーチームで、1887年に、モスクワサッカーリーグの副会長を務めていた、イギリス人、クレメント・チャーノックにより結成された。当初は、モロゾフチという名だった。このチームは1906年に、オックス・モスクワとなり、後に FC ・ディナもモスクワになっている。現在、オレホボ・ズエボには、 ズナーミア・トルダーというサッカークラブがある。1962年には、USS r カップで準優勝した名門だが、ソ連崩壊後は FC スパルタクモスクワに買収され、その二軍チームとなり、スパルタクオレホボを突走していた。2003年に、チーム名を、ズナーミア・トルダーに戻している。オレホボズエボには、バドミントンスクールもあり、全ロシアバドミントン選手権は、 例年、俺ほぼズエボで行われる。ありがとうございます。